こんにちは。今回は、なんでエントリータイミングがずれてしまうのかっていう話をしていきます。これは多分ほとんどのてかほぼ全員トレーダーだったらですね、経験あると思うんですけど、エントリータイミングがずれてしまうというか、ここぞっていうところで入れない現象ですよね。で、まあ1テンポ2テンポ遅れてエントリーみたいな。で、大体ね、そういう時って後追いになるんで、入った後に、ね、流れがね逆向きになっちゃってるんですよね。だそれでまあ損切り、まあ本当は勝てたのに損切りになるとかっていうのよくあるパターンなんですけど、なんでエントリータイミングずれちゃうのかっていう、そもそもの話と、まあ、その解決策ちょっと今日話していきたいと思います。で、これはまあ根深い話っちゃ根深い話なんですよね。主な理由っていうのは2つあるんですよ。1つ目は何かっていうと、もう自己信頼の問題ですね。要するにね、これも潜在意識の話にはなるんですけど、自分自身の判断に対して自信が持てない、それを信用できないっていうケースですね、で、こういう人ってなんでそういうようなことになっちゃうかっていうと、毎回自分の選択で後悔してきてるからなんですよ。自分が決めたこと、選択したことによって後悔をしてる。だから例えばトレードで、あそこでエントリーしちゃダメだよなみたいなところでもう衝動に負けて入っちゃうとか、そこで損切りした方がいいよなっていうところで損切りをミスミスせずに放置しちゃうとかっていう選択の積み重ねで、これは何もトレードだけじゃなくて、日常においても後悔をしてしまう選択をずっと毎回してる人っていうのは、極めてね自己信頼が低い状態なんですよね。だから自分で決めたことを自分で信じられないから、その通りにすぐに動けないんですよ。だからこれはね、なんか1日2日でどうにかぶっちゃけどうにかなる話じゃないんですよね。これはもう生き方から変えていかなきゃいけないことなので、で、これはまあ他の動画でも話しましたけど、まあ、基本的な大前提として、とにかくね後悔のない選択を取るしかないんですよ。セルフイメージを上げるためには。で、後悔のしない選択って何かって言ったら、自分で決めたことをちゃんとやるってことですね。だから、あ、ここで今日はやめとこ、トレードやめとこって自分で決めたんだったらやめるってことです。で、トレード今日ここでやめるっていうことに対して後悔すると思うんだったらやれってことなんですよ。どちらにせよね。で、それでやった結果負けたんだったら後悔はしないはずだから、セルフイメージは下がらないです。でも、やめた方がいいなって自分で思ってるのに、欲とか衝動に負けて、なんか目先のピコピコチャートのなんか、あ、これ取れそうみたいなのに誘惑に負けて、つい安易に軽い気持ちでやってやられたら、セルフイメージは下がるんですよ、っていうふうに全部ね、自分の自己認識って自分で作ってるんで、まあ、自分の普段のその生き方がやっぱもろに、そのトレードのここぞっていうところで出てしまうので、それはもう日頃からねやっていくしかない部分ではありますよね。だからとにかくね、後悔のない選択をするって決めるってことです。まずそれを基準に考えるってことです、そしたらね、絶対それを貫いたら、1日の終わりにもうかなりセルフイメージ上がってるはずなんですよ。かなりスッキリしてるはずなんですよね。でも、まあ、もやもやなんでするかって言ったら、自分の正直な気持ちとやってることが違うからですよね。それをやってたら、どんどん自分自身が分かんなくなっていくっていうことです。で、それが まず1つ目で、2つ目ですけど、2つ目もね、これなかなか根深いですね。もうこれは戦後の日本の教育制度にも関わってくる話なんですけど、それが絶対的な正解を求めてるってことですね。絶対的な答えを求めてしまってるってこと。世の中には何か特定の答えがね、そのあると思ってしまうってことですね。正解がで、まあ、みんなこれを求めてしまうんですけど、そのエントリーする時も、そのエントリーが正しいかどうかっていうのをみんなね確信したいんですよ。エントリーする時に確信、あ、これはいけるって確信してから入りたいんですけど、それやったら絶対タイミングずれるとか、タイミング遅れる。だから本当にいいエントリーっていうのは、そこからそっちに行く可能性もあるけど、行かない可能性もあるっていう絶妙な時なんですよね。だからこそ優位性があるんですよ。で、もう答えが分かってしまった時、あ、もうこれって絶対こうなるなって分かってしまった時は、もう優位性は消えてるんですね。だからそこから入ったら絶対遅いってことです。もう、まあ、大体は往復ビンタを食らうっていうパターンですよね。高値掴みするか安値掴みしてしまうかってことですね。とにかくね、その安全保障、絶対的な安全保障を求めるその思考っていうのは早く抜け出した方がいいんですね。だってそんなものはないわけですから、絶対的な正解、この瞬間における正解っていうのはないんですよね。必ず複数の確率が存在してるっていうことなんですよ、常に。
で、それのどれが実現するかは分からないんです。で、その中でも最も実現する確率が高いものを選ぶしかないわけですよね、その瞬間に。まあ、それがまあ相場、トレードじゃないですか、勝負ことじゃないですか。だから最後に、ね、なってみると分かんないんですよ、勝負って。っていうことなんですけど、まあ、だからなるべく無駄なことはやりたくないわけですね。無駄なトレードは引いていきたい、引き算していきたいわけですよね。だから自分のコンディションって大事だし、自分で客観的に自分のコンディションを絶対分かった方がいいっていう話をいろいろなところでしてるんです。まあ、それはまた別の動画で、していきますけど、じゃあまあどうしたらいいのかっていうことなんですけど、そもそもが。それが日頃からもうこれはトレードだけのトレードの時だけじゃなくて、日頃から選択する感覚を持つということです。選択する、もう全部預けますっていう感覚を磨くってことですね。で、これはね、僕もすごい意識していることなんですけど、例えばすごい信頼してる人にそれ気をつけた方がいいよとか、今これやった方がいいよって言われたことは全力で乗るようにしてるんですね。それは相手のアドバイスに対して選択するっていう、全力で乗っかるっていうことの練習だと思ってるんで、その感覚を常に磨くようにしてるんですよ。で、この選択の感覚がない人って、なんかじゃあこれやったらいいじゃんって言われた時に、それもでもこれを自分がやることに対して絶対的な、それをやった方がいいメリットとか、これをやったら絶対こういう結果が得られますみたいなのを欲しがるんですよね。でもそんなものはないわけじゃないですか。やってみないと分かんないわけですよね。っていう意味で、なんかそういうのを考えてしまう人って絶対タイミング逃すんですよ。で、ああでもやろうかな、やめとこうかなって考えてるうちにチャンスはもうなくなっちゃうんですよね。だからもうね、選択の感覚とにかくもう日頃から磨く。で、あとは例えばレストランに行って料理選ぶときもそうですよね。なんかね、すごい考える人とかいるじゃないですか。どれがいいんだろうってすごい考えて考えて考えて、絶対外れないやつを選びたいみたいな心理がそこにあるんですけど、もうこれもパッと決めて、まあ、もうこれでいこう、もうこれでまずかったらもうしょうがないって、もう乗っかる、選択するみたいな、そういう訓練っていうのをやってったらいいと思うんですね。で、当時ね、僕が教えてもらったトレーダーの人もこれやってましたね、しょっちゅう。だからレストラン行ってメニュー見たら5秒以内に決めるっていうのをやってました。そうやって決断力を磨く練習っていうのは日頃からね、トレード以外の時もできることなんで、むしろトレード以外の時に磨かなきゃいけない部分なので、まあ、ぜひそれはやりつつも、じゃあ実際のトレードでどういうふうにしていくかっていうと、とにかくね、その答えがわからないわけですね。その瞬間にこのエントリーが正しいのかどうかはぶっちゃけ誰にもわかんないんだけど、でもなるべく正しいだろうなというところで入りたいわけじゃないですか、欲を言えば。ここでまあ結構多くの人が選択ミスっちゃうのが、それでトレンドフォローとかやっちゃうんですよね。トレンドフォローってむずいんですよ、結構。で、特によく鉄板で使われる MA、移動平均線からのリバウンドのトレンドフォローありますよね。こうやって MA があって、まあ、ここでエントリーしましょう。これすごい難易度高いんですね。で、これってある程度トレンドが出た後のエントリーになるんで、トレンドが出れば出るほど弱くなっていくので崩れやすいんですよね。だからこれで結構みんなダメージ受けるんですよ。で、こっちじゃなくって、じゃあどこでエントリーするのが一番いいタイミング取れるかっていうと、流れがまだ決まりきってないポイントです。逆に言うと、トレンドが出てる時ってもう流れ確定しますよね。みんながもうこれ上だってもう分かってる状態なんですよ。だから案外優位性ないんですよね。いつそれ崩れるか分かんないから、今度は逆に。で、じゃあ何が優位性あるかって言ったら、これから流れがどっちになるか、傾くかっていう、その瀬戸際のポイントなんですよ。で、それがトレンド転換なんですね。こうやってアップトレンドで上がっていたものが、こうちょっと上に行けなくなって揉みつつ、でこう行くっていう、この局面ですね。だってこれってここからまたこう行くことも考えられますよね、十分。ってなった時に、ここのどっちに流れができるかっていうのは決まりきってないところなんですよね。でも決まったらそっちにものすごい勢いで行くんですよ。だからこういうポイントをとにかく狙っていきたいわけですね。なので、こういうポイントが一番エントリーのタイミングを測りやすいです。だから僕のプレゼント動画では、この逆張りからのトレンドフォロー、トレンド転換手法を動画で解説したものをプレゼントしてるんですよね。まずはそれをとにかくやったらいいと思ってるんで、それでこの流れがここからどっちに傾くかっていう、そのタイミングでエントリーする感覚をとにかくつかむために
まずはそれだけ徹底的にやってください、反復してくださいねって話をしてるんですね。でここでのエントリータイミングが分かってきたら、だいぶトレードって楽になるんですよ、うん、でここで流れが自分の思惑の方向に行ったら乗っかる、ダメだったらすぐ切るっていう、うん、その練習にもなるので、なのでとにかくね、まあ、メルマガ登録するとそれもらえるので、それぜひちょっと練習してほしいですね。で何回もそのエントリータイミングの解説もしてるので、それ見てもらって、フォレックスセッサーとかで練習してほしいんですよ。そのタイミングつかむ練習してほしいんですよ、うん、でまあデモトレードでやりつつ、でちょっと一回リアルでやって、リアルでああまあちょっとまだむずいなって、またデモ戻ってとかって、やりながら、そのエントリータイミングですね、ここだっていうその自分の判断と実際の行動がマッチしていくような練習をどんどん積んでいってもらえたらなと思います。